こんにちは。札幌からお天気をお伝えします。昨日は雨でジメジメした一日でしたが、今日は乾いた空気に入れ替わってきました。午後の天気のポイント、こちらです。午前中は曇っていたところも晴れるところが多くなります。カラッとした陽気で洗濯物も乾かせそうです。ではこの土日の最高気温です。明日札幌は28度まで上がる予想です。帯広は31度と真夏日でしょう。日曜日は天気下り坂に向かうんですが、それでも旭川は27度まで上がる予想。帯広は2日連続の真夏日になりそうです。マスクをする今年は例年以上に熱中症には注意が必要です。服装は熱がこもらないよう首周りが詰まっていないものがおすすめです。風速1メートルで体感温度1度下がります。扇風機やうちわ、扇子などで自分の周りに風を起こすことで暑さが和らぎます。帽子や日傘は紫外線対策だけでなく熱中症対策にも効果的です。では今の函館の様子です。すっきり青空が広がっています。午後の天気と予想最高気温です。各地晴れて夜にかけて天気の崩れはないでしょう。少しのお出かけでも紫外線は注意した方が良さそうです。最高気温は浦河や稚内で昨日より低く20度以下のほかは25度前後まで上がりそうです。北見と帯広は27度、札幌は26度の予想です。変わって今の釧路の様子です。こちらも薄日が差してきました。週間天気です。明日も晴れて今日よりさらに気温が上がるでしょう。旭川など道北は夕方から雨が降りそうです。日曜日になると本州の前線が北上してきます。午後から雨が降り出す予想でムシムシしてきそうです。月曜日から火曜日は広く雨で風が強まりそうです。以上、お天気をお伝えしました。